はい、おはようございます。いよりひどです。それではね、本日もこちらの禁断の心霊写真の方をやっていこうと思います。はい、今日ね違うゲームやろうとも思ったんですけど、こちらがねあと10問だけだったのでやっちゃいましょうということで、早速やっていきましょうと思います。じゃあね、クリアが40までで今30まで来てますんで、本日で、終了になりますね。じゃあ早速やっていきましょう。はい、自撮りのカップル。うーわ、テンション落ちたわ。なんかイラッとしますね。イラッとしない？何のためにこの写真残したのっていう感じですよね。これはね、幽霊探すゲームですね。心霊、なんかね、このスマホ型のね、アイコンがあると思うんですけど、これをね、かざすとね、幽霊がね、映るんですよ。よいしょ。で、その幽霊を探すゲームでございます。幽霊を探すゲームなんですが、幽霊いないっすね。あ、いないいない。珍しい。いつもね、結構簡単なんですよ。いつも結構簡単なんですが、今回はわりかし難しいですかね。よいしょ。珍しい。いつもめちゃめちゃ簡単なのに。よいしょ。ちょっと難しいんでヒント見てみましょうか。テーブル。テーブルっぽいですね。ああああはんって感じですね。号泣する赤ちゃんの顔がテーブルに浮かび上がっている。二人が付き合い始めた時、彼女は子持ちだったそうだが、今はいないということは。そんな子供赤ちゃんのうちに離婚しますかね。はい。はい、不謹慎ですね。はい、テラスでパスタ。ああ、いいですね。OL のランチって感じですね。ああ、すごい。主張の激しい例ですね。ああ、お面っぽい。奥の空間に能面がうっすらと浮かび上がっている。幽霊かと思いきや、和をコンセプトにしたカフェの店内の素晴らしい装飾らしい。実に紛らわしい。じゃあなんでカメラ回すまで映ってねえんだよっていうね。どういうこっちゃ。ダンサーのカップルですね。カップル多いっすね。ああ、これだね。首絞められてますね。これまた親指のところの構成雑ですね。人間の手こうはならないですよね。男性の首を掴む手はこの二人のものではないようだと。怨念に見えるが、どうやら彼の亡くなった母親が彼を守りたくて現れたものだろう。じゃあ首掴む必要ないですけどね。レンガと黒 T シャツ。ちなみにね、私、黒 T シャツ30枚ぐらい持ってますね。もうね、なんか考えるのめんどくさくて、もう、スティーブ・ジョブズじゃないですけど、結構同じ服をね、何十着も持ってて、なんで、見るときね、いつも同じ服装してるんですよね。だから年がら年中この服装ですね。だってなんか、ね、いや、おしゃれもいいんですけど、働くのにね、そんなね、おしゃれと清潔感必要ですけどね。必要だけども。T シャツにドクロが浮かび上がっている。男性が訪れたこの場所は知る人ぞ知る心霊スポットで、戦時中に多くの人がここで命を、最後を迎えたようっていう。まあでも日本国内なんかね、そこら中で人死んでますけどね。はいはい、まあいいや。ああ、美味しそうに食べてますね。可愛いね。子供っていいですよね。変な意味じゃないですよ。なんかね、癒されるというか、人間そういう風にできてるんでしょうね。
あの子孫繁栄のためにね、小さい子がね可愛いと思うようなね感じにできてるんでしょうね。はい、そんな話をしてましたが、あれ一通り見てないっすね。どこかに何かがあるはずですが、ん？これまたわかりづらい。ほい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 。ああ、わかりづらいっすね。なんか、あれなんすよね。全然どうでもいい話なんですけど、昨日ね、ちょっとカラオケのフリータイムで、結構、声出しをしてたんですよ。まあ普通にカラオケ歌ってたっていうのもありますけど、結構声出ししてて、喉がね、喉をちょっと酷使しまして反省してるんですけど、昨日の夜ぐらいが喉が痛いんですよね。喋ると疲れる。すごい。右上。え？なんかあった？右上って。ある？わからんけど、まあじゃあここら辺刺してく？何があった？ああ、雑な手があるね。奥にぶら下げてある飾りの一つが入れ替わったと。少年が訪れたこのカフェは肉料理が名物なのことだが、何の肉かは秘密なのだという。そっか。ああ、いいね。もうサムネでしょ。うん。決定。しかも割とわかりやすいところにいた。ちょっともうちょい見よっか。可愛らしいですね。真ん中の女性すごく素敵ですね。両サイドも素敵ですけどね。桜も綺麗ですね。以上でございます。ちょっと疲れてると実況も雑になりますね。女性の肩を掴む手が、この手の主はこの三人組が学生時代にいじめているのを悪いやつだった。女の子。その恨みが生き霊となり、今も彼女たちを追いかけ回している。ああ、なんか、美人さん、三人友達かと思ったら、悪いやつでしたね。サチューで寝る兄弟。あーら、かわいい。腕の曲がり方変じゃない？まあいいや。はーい。なんかね、部活帰りなんですかね。そんな感じがしますね。このウィンドブレーカーってなんかね、部活の時よく使ってましたよね。なんかいるね。おーほー。シートに顔が浮かび上がっている。調べたところ、中古で購入したこの車は事故車で、前のオーナーはひき逃げの罪で服役中。おー。まあでも事故車って本当怖いですからね。皆さん気をつけた方がいいっすね。車買うときね。カフェの青年。ああ、これさっきと同じカフェじゃない。違うか。これまた壁なのかな。イケメンだけどなんか悪いことしてそうっすね。これまた女の人の生き量とかなんじゃないの、どうせ。あ、飲み物が赤く変わってますね。トマトジュースかな。男性の飲み物が真っ赤に染まっていると。トマトジュースじゃない？実は男性の正体は連続猟奇殺人鬼。この写真の撮影者の守護霊が危険を知らせるために見せたのだという。ほうほうほう。早く捕まってほしいですね。感想も雑になってる。入学おめでとう。入学おめでとうございます。皆さん。この動画が上がる頃には皆さん入学式ですかね。そんなはずないっすね。ちょっと疲れておりますね。はい、真面目にやりまーす。はいはいはい。じゃあ幽霊探してこ。はい、おい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 、どこだいどこだい。なんかいる？こう景色も難しい。ああ、いたこうね、桜の木の下には死体が埋まってるって誰が一番最初に言い出したんですかね。桜の木をわしづかみにする手が見える。あ、これちょっといいですね。少年の亡くなった母親の霊のようだが、あまりにも見た目が怖い。このように、恨みでもあるのだろうか。少年何したんだっていうね。少年、何したんだ。はい、バリカン坊主。はい、はい、真面目にやります。はい。
バリカンにしてるね。懐かしいね。昔、小学生時代とかね、親にやってもらいましたね、バリカンね。あ、なんかいるね。なんだこいつ。これも亡くなった母親じゃないですか。白い服の少女が後ろに立っている。幼くして命を落とした少年の姉の霊のようだと。見た目は怖いが、弟の成長を見守ってくれているのだろうかと。見た目怖くする必要ないですけどね。はい、というわけで、これでね、見事40問でございました。第4回にわたりね、こちらの動画見ていただいてどうもありがとうございました。ほんとね、時間がない時にさっとやるつもりでね、買ったゲームで、なかなかね、4回分で元は取れたんじゃないでしょうか。はい、以上ね、禁断の心霊写真でした。あのね、このた、この手のね、ゲームね、結構いっぱいあるのでね、皆さんもぜひ気に入ったの買ってみてください。はい、それじゃあ、以上で、本日動画以上になります。どうも見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、それじゃあまた来週会いましょう。じゃあねー。